18歳の石橋愛理です。主に関西で芸能活動させていただいてます。私がミス愛理2021に応募した理由は、友達が応募したっていうことを聞いたからです。もともと2017年と2018年に私応募したんですけど、一次審査で落ちちゃったので、今こうしてカメラテストに進出、なおかつズームでオーディションっていうのにすごいドキドキふわふわしてます。私がもしミス愛理の賞を取れたら、あのエントリーした時の動画でも言ったように、自分が何になりたいことか、自分自身が分からないっていう悩みを抱いている方に何か発信できたらいいなと思ってます。私自身も同じような悩みを抱えてたりしたるの抱えてるので、ミス ID の人たちといろいろ関わっていくうちに、いろんなものを吸収して、それを同じ悩み抱えている方に発信できたらいいなと思ってます。よろしくお願いします。